バルミーの戦いは、1792年9月20日に起きたフランス軍とプロイセン軍との開戦。フランス軍が勝利した。次の日、9月22日、立法議会が王政廃止宣言を発した。1789年にフランス革命が勃発すると、オーストリア帝国とプロイセンは1791年のピルニッツ宣言に基づき、革命がフランス国外へ波及することを阻止するために軍事介入を開始した。翌年、フランスの立法議会もピルニッツ宣言の取り消しを拒否されたことを受け、オーストリアに宣戦布告した。1792年7月にはオーストリア軍がフランスに侵攻。フランス政府は祖国危機を宣言。続いて、プロイセン軍もフランスに侵入。国王夫妻に危害を加われば、パリを壊滅させると通告し、フランス市民を憤激させる。両国軍は破竹の進撃を続け、8月23日にはロンウィが陥落。9月2日にはベルダンが降伏した。この事態にパリは動揺する。しかし、9月19日にメッス県からのケラーマン軍とスダン県からのデュムリエ軍が合流し、フランス軍は5万の兵力となった。対するプロイセン軍は3万4千で、初めて兵力でフランスが優勢になった。ただし、フランス軍のほとんどの兵士は募集されたばかりの1792年のボランティアたちであったから、素人対プロの戦いでもあった。1792年の9月20日、アルゴンヌの丘のバルミーで悪天候の中、フランス軍とブラウンシュバイク公式のプロイセン軍が交戦した。フランス軍は国民万歳と叫びながら奮戦。多数の犠牲者を出すものの、グリボーバルの整備した砲兵隊の大砲の威力が功を奏し、プロイセン軍を退却に追い込んだのである。フランス軍の死者は300人。プロイセン軍は200人であった。フランス革命後最初の軍事的勝利であることで、革命精神の勝利と称えられた。ザクセン・バイマル・アイゼーナ派公、カール・アウグストの下で従軍、プロイセン側でこの戦闘を目撃したゲーテがここから、そしてこの日から、世界史の新たな時代が始まる。ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ、ザ・オックスフォード・ヒストリー・オブ・ザ・フレンチ・レボリューション、P193 といったことで知られ、新しい国民軍が従来の傭兵軍を破ったことが、近代国民国家が絶対君主制国家に勝った証として評価されることが多い。また、この戦いによって史上最強の軍隊、国民軍が誕生したとも言われる。歴史の教科書にも必ず載るほどの重要な戦いであるにもかかわらず、戦闘自体は極めて小規模で、この戦いの実態は戦いらしい戦いはなかったことはよく知られた事実として有名である。小規模な戦闘が起き、雨が降ったので戦いをやめただけで、プロイセンを後退させたと言っても濡れた湿地帯では、食事ができないために20キロ後方に移動しただけで、あるとも言われている。現に損害は、ほとんど出ていない。この戦闘の歴史的意義はあくまでも、国民の軍隊が、君主の軍隊に勝利したということであり、戦術的な意味ではそれほど重要な勝利ではない。次の日、9月22日、立法議会が王政廃止を宣言したのである。ありがとうございます。